はい、皆さん、毎度毎度。プレジウム CMC のね、シスのね、仕上がり感。こういうのさ、ブローするじゃない?ロールブラシさ、入れた瞬間にわかるよね、いい変わり感はね。ちょっと強めにかかった割には、ブローしやすく、ツヤが出た?まあ、ブローしやすいなって感じ。だからうちのお兄さんがやったとこもね、綺麗にね、ブローできてんだよ。なんかね、ツヤが出てたね。これが、ミルボンの研究開発力ってことかね。まあ、今日使った感じね。いや、これからもちょっと使って、様子見ないとと思うね。ダメだこりゃっていう感じはなかったね。まあこうやってね、結構いいパーマ液があるのにね、なんでさ、コスメ使うんだかね、みんなね。まあコスメね、GMT とかシステアミン。まあシステアミンが一番多いかな。あとほら、手荒れ注意のスピエラ、ラクトンチオールだね。やっぱもっとね、普通のシスでいいんだよね。あんなコスメ使う前にさ、普通のシスをさ、使い込みなさいって。なんでコスメがさ、ネットでさ、上げられるか?あれね、使いにくいからだよ。うまく使えねえからだよ。たまたまうまくいったやつを動画でアップするから、すべてコスメでうまくいくもんだと思っちゃうんだよね、みんな。その氷山の一角じゃねえけど、それ見て。使いにくいから、なんか使い方があるんじゃないかと思ってみんな探すんだよ、やり方を。で、半年もすると大体みんなつかなくなるよね。手が荒れたりね。あまり結果が出なかったりね。自分がね、コスメ使った感じだとね、コスメはね、まあ、パーマ液や、まあ、ほら、医薬部外品のパーマ液、チオグリコール酸に、まあ、システィンもそうだね、医薬部外品に入ってるじゃない?コスメってのは医薬部外品じゃなくて化粧品の類じゃない?化粧品。まあ、要するにね、おもちゃなんだよね。パーマ液っていうね、業務用と考えるよりおもちゃ?あんなもんな。まあ、個人的にはね、コスメは使わない方がいいよっていう感じ?扱いにくい割には、かかってもすぐ取れちゃうっていうところあるからね、コスメはね。まあ、今回使ったね、今日使ったね、CMC のシスね。ちょっと薬的には強い気がすんね。ロレアルのシスに比べて。もちろんこれはほら自分の感覚だからね。今思い出すと、ロレアルのシスもこのぐらいかかったかな。で、条件があるからね、髪の毛のね。髪の毛の条件によってほら7分置いた、10分置いたってなるとね、ロレアルのシスのがガツッとかかってたりね。緩かったりね。いろんな場合があるからね。一概には言えないけど、ミルボンが、やっぱりね、長いこと研究開発して作っただけ、ね、あるかなと。悪い薬じゃなさそうだね。はい、お疲れ様でした。